外が見えるよ。わー、滝だ。推し肉？推し肉だよ。皆さん、ごきげんよう。みんな、チャンネル登録してね。今日は、姫ちゃんがマインクラフトの PE で作ったものをご紹介いたします。はい、オーくんが作ったものもご紹介するのかな。うん、うん、最初はオーくんの作ったものから。ここベッド、ここ本、ここキッチン、ここティッシュ、ここのこちゃん。うわー、かわいい。そう、ここテーブル、キッシュ。そう、ここ、ここ行って、はしご登って2階に行く。2階高いね。はい、これ猫ちゃんの部屋。猫ちゃんの部屋。猫ちゃんちゅ、ベッドちゅ、テーブル、ティッシュちゅ、なんというとこで作業台、始まるくらいちゅ。キッチンキッチンだね、かまどはキッチンだね。じゃあ、焼くからね、お肉、うん、これ、オーくんが作ったの全部。そうだよ。しかも二重扉じゃん。安全だからね、その方が。走って。あ、閉じ込められた。それで、こっちでネザー。ネザー、オーくん作ったんだよ。え、左、外にネザーがあるの。そう、行ってみよう、オーくん。おー、マグマがあるじゃん。あと、死なないよ、これ。そう、クリエイティブだからね。燃えるけどね。クリエイティブだと自由に探検できるね。うん、うん。これでゾンビピッグマン殺されない。クリエイティブだから殺されないよ。そうだね。すごい、これ。え、オー君、もしかしてこのレザーにも何か建築したいの？お家作るの？この中に。だけど、オーくん、ここにね、木のお家建てちゃったら燃えちゃうよ、羊毛とか。へぇ、だから燃えないやつを使わないと。石とか。え、なんでエンダーマンいる？え、ネザーにはいないんじゃない？うん、いないよね。うん、うん。あれ、けど今いたよ、オーくん。ネザーゲートは あった。戻れなくなるからもう戻ろう。うん、お家へ帰ろう、オーくん。これでオーくんのお家紹介終わり。あ、まだあったじゃん。え、あの、一旦外に出てみて。あれ、あー、ほら、これがオーくんのお家。見て、これすごいでしょ。すごい、植え込ってるじゃん。うん、え、これ本当にオーくんがやったの？そう。へぇ、階段をどんどん上に積み上げていってさ、やるじゃん。普通のお家より天井が高かったね。うん。異常に高かった。でも、オーくん階段好きだから。いっぱい登りたかったんじゃない？オーくん、これどうやって作る？ちょっとやってみてよ。やってみて。どうやって作った？忘れた。忘れた？今さ、何か作って。うん、今何かさ、ちょっとやってみて。みんな本当にオーくんやったの？って思ってるかもよ。そう、パパも思ってるもん。作ってみて。うん、積み重なってるよ。あ、けどこれできるんだったら、うん、本当に作った可能性が高くなってきたな。パパまだ疑ってる。足もやってないよ。閉めた。閉めるの。うわー、ちゃんと同じ高さに。うん、閉めてますよ、ちゃんと屋根みたいにして。あ、いけるね。下に降りて、うん、やってる。あ、これ本当に作ったね、これは。すごいじゃん、誰もオーくんに操作教えてないよ。うん、うん、教えてない。多分、私のやってるの見てて、ね、覚えたんだと思うよ、うん、それしかない、ね。あと一個、オッケー、閉まりました。あ、これこっちは低い天井です。うん、これで、オーくん、松明置いた方がいいよ。松明だって、オーくん、わかる？どれか。どこ？ないぜ、だよ。
それレッドストーンレッドストーンの松明うん、まあいいや、それででもなんか綺麗だろおおいいね、うん、ネザーに行く前の部屋って感じがする全然嫌だどうこの紹介終わり、ありがとうございました。青くんありがとうございました。次は姫ちゃんのワールド、はい、はーい、なちゃちゃーん、じゃん、姫ワールドに来たよ。島のワールドじゃなくて前の姫ワールド、あ、それあった、それ新しく作ったんだよ。なに、それは見てからのお楽しみ、楽しみにしてます。階段を上がったところにあるよ。なに、こっちこっち、なに、結構登りますね。うう神社、そう神社、すごい。それで右に行くと手洗い場、ここで手を洗うんだよ。バチャ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 、手を清めるんだよね。そうそうだね。それで左は桜の木、わすごい、いいね。それ下にあるのは桜が散ってるの。そう、へえー、すごく表現されてるね。うん、こっちは神社の中入るよ。はい、うん、隣には猫ちゃんがいて、うん、お賽銭箱があるよ。それどうなってるの。これは何と何で作った。これ木のゲートで、うんうん、これが掲示板じゃなくてなんだっけ、看板、そうそうそう、それと看板で作った。その2つの組み合わせでお賽銭箱なんて、うん、ちゃんとこれ入れれるんだよ。これ木入れるよ。うん、ほんとだ、ほら、お願い事してくださいまた釣っちゃったけど、お願いしますこの中入れるんだよ。ひめちゃん中見たことないでしょ。入ったことない。お賽銭箱から先はどうなってるか知らないんじゃない。さあ、どんな風に作った。あ、うん、閉めるよ、扉。扉がたくさんあるぞ。そう、ここね、ここの神社の巫女さんのお家、うん、あー、うん、いいね。中身わかんないからそんな感じ。こっちこっちこっち、こっちはお部屋。これがベッドで、うん、これ、畳。へぇ、で、チェスト、チョコちゃん、チョコちゃん座ってるよ。ほんとだ、はい、座布団、赤色の、へぇ、ここでミコさん休憩したり、カチカチカチ、止まったりするんだ。カチカチカチ、こっちは、キッチン。んキッチン、和風っぽいね、和風キッチンな感じする。冷蔵庫、そうか、ガチョビタ、うん、これは、はかり、ポーション作る台、うん、で、手洗い場で、かまど、うん、なんちゃんまたいるよ。それと、チェストの中にはご飯がいっぱい入ってるよ。いろいろ、うん、すごいじゃん、ね、え、その下なんだ。ゴミ箱、いいね、サボテン式ゴミ箱どういうこと。サボテンに触れたアイテムは消えるんだよ。これ落としてみる。へぇ、じゃあもう取りたくても取れない。取れない。そうなんだ。ものはここに捨てれば。へぇ、そんな便利なゴミ箱があるなんて。ちちえ、他にはこっち両方にお花が飾ってあるよ。こっちこっちこっち、こっちはお風呂。うわぁ、和風っぽい。ワンちゃん入る？入ったよ。肩まで使われるよ。ワンちゃん入りたい。ワンちゃん入りたい。ワンちゃんは入っちゃダメだ。それで、こっちは？テーブル？ここはご飯食べるところ。んー、テーブルと椅子。座布団だね。座布団ね。ほんと？ご飯美味しいって。これ扉周り、使ってるけどさ、これどうなってるの？口に開けれるよ。あれ？え、すごいすごい。開けれるよ。外？周りから見せて、ちょっと外から。いいよ。へえ。全部あるよ、ちゃんと。おお、すごい。やるじゃん。まちゃんやる？すごいすごい。他にもお部屋ありますか？お部屋っていうかね。何？ここから侵入。扉閉めて。はい。こっちも扉閉めて。
こっち行くよ。はい。出てー。外が見えるよ。わー、滝だ。そう。なんて外？いい景色じゃない？うん。滝が見える。この滝も作ったの？そう、作った。え？そうなんだ。うん。元々ない。神社から見えるように？そう。このブロックの積み重ね方とか見てて、あれこれ作った？と思って。すごいじゃん。もう少し遠くから見せてよ、この神社自体を。全体的なね。そうそう。いいよ。じゃじゃじゃん。うわ。屋根のとこなんかあるぞ。隠し通路か？違うよ。え、何それ？屋根の上。入れるの？屋根裏部屋みたいな感じ？うん。あと神社に入る前にさ、あのランプがあった。2灯。こう、ライトみたいな感じ。そうそうそう、これこれ。ね。灯籠？あ、馬がいるじゃん。ラバ？ラバだよ。ラバ？ラバ。ちゃんと乗れるよ。それでね、滝のところに行ってみるとね、うん、ほら、ここから見ても綺麗だよ。おー、いいね。あれ、王くんがちょっとね、おしっこが出そうだぞ。行ってきます、ママと。じゃあ、急いで行ってきて。王くん、帰ってきたよ。はい。おかえり。おかえり。え、まあ、それで、滝の横にね、これ。ほう。骸骨？骸骨？コンクリートを固めているのか？お坊さんじゃなくて、お地蔵さん。そう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 。お坊さんお地蔵さんだよ。そういうことか。これお花ちゃんと押さないってあるよ。お地蔵さんか、よく考えたな。ねえ、それまで再現したなんてすごいじゃん。次は島のワールドに行こう。姫ちゃん、この今のマップってパパも作ったところ一緒に。うん、パパが昔作った建築物もある？あるよ。一緒に見せていや、いいよ。高く高く登って、あ、そうそう、このでっかいこれめっちゃでっかいやつ、これ、うん、これ途中？途中、うん、完成。階段もあるんだよ、ちゃんと。あ、そう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 。どうだ？じゃあちょっと一回あそこまで登ってみよう。軽くちょっと紹介お願いします。どこか？どこか？この階段、長い長い階段を登ります。はい。これも作ったんだよね。そして確か右、そう、あ、卵産んでるじゃあ、どうずっと登って進んで、パパ作った？うん、パパ作ったって。そう、すっごずっと登る。そしてさらに登る。長いでしょ、足疲れる。最後なんか狭いよ、うん、階段が。そうすると、エントランス。ここエントランスなんですか？うん、4つ入り口があるけど、どこも同じところに出るよ。へぇ、そうそう。こっちから出てみよう。あ、なんか階ある。こっち行ったら、お花があるよ、ひまわり。あ、そうだった、そうだった。あったあった。ほぉ、一番上に。これパパ何ですか？わかりません。太陽の神殿。あ、そう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 、太陽の神殿だ。もう自分で忘れてたんだ。姫ちゃんよく覚えててくれたね。ありがとう。それでね、私がここは作ったんだけどさ、ここの神殿を守るアイアンゴーレムさんの家。へえ。そうだそうだ。あ、ちゃんいる。神殿、太陽に一番近いところってこと？そうそう、うん、これさ、確かもう建築できないよね。一番上行ってみて、なんか穴開いた。あ、もう建築できる、一番高いところまで建築したってこと？でも見えたよ。あ、違う？でも見えたよ。ちょっとやってみて、どうだったかな。お、まだ行けるぞ。あれ？ちょっとどこまで行けるかやってみよう、うん、あれ？全然じゃん。あれ？パパが作った当時はそこまでだったのかもよ。もっといける？あれ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 ？アップデートで変わった？そうかもしれないよ。うん、でもその方が良かった。嬉しい。けど、も、うん、じゃあ上まで作ってなかったのか。おー、でもパパ一番上に作るって言ってたような気がしてきた。前ここだったんだって、本当に。そうでしょ、昔は。そうだよね、うんうん、確か一番高いところを基準に作ってたと思う。うん、もうここのガラスブロックで限界だったよ。そうだよね。ダメやだ。
じゃあアップデートで上の空間が増えたってこと？改造しないと。それね、これ上から見たらね、ガラスブロック太陽の形になってるんだよ。わかる？そうそう。すごいじゃん。太陽の形なの。パパすごい。綺麗。アイアンゴーレムさんたち守ってね、神殿を。ここでアイアンゴーレムさんの家は。これ姫ちゃんが作ったよね。そう。え？壊しちゃったこと。あ、なんかあれ、あっちの。ここはテーブルと椅子。はい。本当？景色がいいよ。おお、高いですからね。それでキッチン。ここもさ、サボテン式ゴミ箱あるよ。おお、便利なサボテン。ここはね、ワンちゃん。何よ？いる？こっちから顔出してたんだ。あ、クだ。なんちゃ、クだよね。こっから、見えるよ。うわえ、これひめちゃん作った？絶景。なんか絶景ポイント。なんかあそこ行った、行けたい。どこ行ってみたいの、おくん。あれ、何か作ってるぞ、あの繋がってるとこがあるね。あれ、ひめちゃんが作ったんじゃないか、あるわ。そうだよ。行くんだ、ひめちゃん。そこから？うん、ジャンプ。ジャンプできなかった。いくよ、3、2、1、ふぅー。これは何があるの？まさか、洞窟？その中に何がある？これ何もないよ。え、何もないの？なんか、すごい勢いでありそうなんだけど。あ、あれ？どうしたこれ？クリーパーの家。ね、おーく見せて。おーくクリーパー好きなの。でもね、ここに渡るにはね、あのピンクの羊さんと一緒に船に乗らないとダメだ。へぇ、いけ。サトウキビ畑まであるじゃん。この下グロストンないか、湖の中。うん、綺麗だからさ。へぇ、置いといた。サトウキビ畑見せて。今、水面に浮いてた。そこで育ててるの。うん。へぇ、じゃあ羊さんお願いします。おぉ、降り立っていいかな。はあ、到着。クリーパーの家到着。お邪魔します。お、ケーキがあるぞ。そう、ケーキとクリーパーの顔。ん、今はね、クリーパーさんお出かけ中だからいないよ。チェストの中には変なものしか入ってない。魚釣りしてるのか。クリーパーは。うん、魚を食べて生活してるのかな。それ家の前が湖ですもん。なんかいっぱいあるよ。ね、勉強家です。勉強？何それ、つながってない。じゃあひむちゃんのあの今行こうとしてたワールド行こうか。うん、レッツゴー。せーの、トートー。トー来たよ。はい。島の名前何でしたっけ。あ、あとさ、今日公園の名前も発表があるんじゃないの。そうだ、そうそうそう。さあ、何になったんだ。ここね。そう、まだ名前ないよ、ここ。それでは、公園の名前何になりましたか。打つよ、今から。はい、なんだ。ひ、姫公園に決定。決定。みんないろんな名前とかね、つけてくれてたよね。一番多かったのは、やっぱり姫公園とプリンセス公園と姫王公園。へえ、そうだったんだ。みんな名前考えてくれてありがとね。ここはさ、姫公園だからさ、また今度はさ、王公園って作ってあげて。じゃあ。そうだね。あ、パパ公園も作って。パパ公園はさ、なんかとんでもない遊具がありそう。マグマがあるぞ。マグマの滑り台。これがマグマに変わるってこと。燃えちゃうよね、木が。うん、それで新しく作ったんだよ。ほうほう。地から行くよ。まさかここはコンビニ建設地だったところじゃないですか。そうです、コンビニ完成。完成。ここも名前募集しておこう。コンビニの名前ですね。うん、何々コンビニってことですか。そう、みんなコンビニの名前コメントで書いてね。募集中です。はい、じゃあ入るよ。はい、はい。コンビニ入った。コンビニのさ、ドア再現されてるじゃん。ん、そうだよ。ほらほら、ドアさ、絶対ガラスのドアじゃない。うん、自動ドアでヒューって。コンビニ入ります。
左を向いたら、これプリペイドカード。はー、売ってる、あるある、うん、いろんな種類のね、台になって置いてあるね。うん、必ずあるね、今これは、うん、姫ちゃんプリペイドカードで、この下のがママプリペイドカードで、うんうん、この上がオークンプリペイドカードで、うん、これがパパプリペイドカードいっぱい売ってるよ。本当だ、いろんな種類ありますもんね。姫ちゃんカード隣は、じゃあいくらするの？本、あ、本もあるね、入り口のそばに。雑誌とかね。プリペイドカードそれぞれいくらするんですか？だってパパ。そうそう、1000円と3000円ある？3000円あったよね。あと5000円と1万円、誰が誰、誰がどれ、それぞれあるんじゃない？パパが、うん、1000円でやっぱりママが2000円で、うん、私が3000円で、うん、オークンが5000円。オークン一番高いんだオークン買うといっぱい、じゃあアプリとかね買えちゃうねオークンいっぱい買えるオークンのカード買うといいよそれでこっちとドリンク売り場、これ水、この中入ってるよ。ほんとじゃん、本当にないよ。こっちも、こっちは、ねね、取ってるね。あ、奥にあるんじゃん、表示してるよ。ほんとだ、こっちは小さい方の水、うんうん、こっちは大きい方の水。すげー凝ってる。 あとさ、ママ気になったのはその下の顔みたいなブロック、何？ママ初めて見たんだけど、それ、うん、ドロッパー、この中に入れてる。ドロッパーって言うんだ。ドロッパー。チェストだとこれ2つのチェストになっちゃうから。ドロッパー。あ、そうだね。繋がっちゃうとなんかややこしくない。ドロッパー。だからこだわってるんだね。こっちはコーラで、こっちがサイダー。うん、へー、いいねー。ちゃんと入ってるよ。こっちはね、オレンジジュースとメロンソーダ。うん。野菜。入ってるよ。ゴーくん疲れちゃったからママの方に来たよ。はい、パパと交代。はい、続き、これがカウンター。あ、何か文字書いてあるぞ。気づいた？うん、これは温めますかってなんか聞くじゃん。聞くね、電子レンジで店員さんがね、聞いてくれるよね。うん、店員さん、これ、電子レンジの代わりのかまど。すごい、店員さんの後ろにあるもんね。2秒ぐらいで温まりそうだね早くね、できちゃう。ちゃんと入れるよ。あれ、レジはこれ。あ、チャリンチャリンいらっしゃいませ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。おかげでありがとうございました。ありがとうございましたなかなか発想がいいねパパ、なんでさ、上から目線なの？やるの上から目線でやるね、ひめちゃん。それで、カウンターの隣はコピー機あります。ひめちゃん、あんまりコンビニ行ったことないでしょ。あんまりない。あんまりないけど、よく覚えてるね、うん、それで、隣が ATM ある、絶対あるよね、もう、うん、今時のコンビニある。ひめちゃん、ほとんど行かないよね、本当にすごい。うちはね、うん、パンが売ってあるよ。このチェストの中に入ってる。パンはパンでまとめてね、あるもんね、棚に、うん、それで、こっちはパンプキンケーキと、うん、ショートケーキと、うん、クッキー。わー、デザートコーナーだ。うん、ほら、入ってるよ、ちゃんと。他のコーナーは、こっちはラーメン、違う、スープあー、あるね、スープ、スープ。これがキノコスープで、うん、これが血のスープ。血じゃないよビートルートスープ。お野菜、かぼちゃ、うん、あ、かぼちゃじゃない、かぶ、うん、それで、うさぎのスープ。あなた、うさぎのスープ食べたことあるんですか？ないです。え、なんでうさぎのスープ本当に、では人気なんじゃない？え、これ人気メニューなの？マイクラの、これ本当にウサギのスープ？そう、見る？うん、これウサギシチュー、本当だ。これ作るのにウサギが必要なの？そう、これしょマインクラフト界ではすごい大人気だよ、やっぱり。そうなんだ。こっちが鶏肉で、うん、こっちが牛の肉で、うん、
こっちが豚肉。へー、おいしい肉。おいしい肉だよ。もう全部ですか？うん。他にも売ってるものあります？もうないです。ねえねえ、このさ、コンビニのさ、売れ筋さ、ナンバー3から教えて。何が一番売れてるの？知りたい、ナンバー3から。一番売れてるのは、ナンバー3は、ダルじゃん、オウくんの5000円分のプリペイドカード。そうなんだ、うん、おいっぱい使えますもんね、うん。マインクラフトの中ではさ、5000円はさ、この金あるじゃん、うん、この金を5個分。へえ。雨、あ、雨、雨降ってきちゃった。おー、ほんとだ。何の音かと思った、ね、バグったのかと思った。じゃあ、2位を言うよ。はい、ダルじゃん、牛の肉。やっぱりマインクラフトの中でも人気なんですね。人間界でもね。第1位は、はい、ダルルルじゃん、うさぎシチュー。ナンバーワンだったんだ。1日何食ぐらい売れるんですか？1億食は売れますね。え、1億すごい。1億食、はい、それをレジでやり取りするんですよね。なんかレジが壊れちゃいそうですね。忙しいですね。はい、だけど1時間ごとに人が変わるからね。あ、そうなんだ。大変だもんね。じゃあ上から見てみよう。じゃじゃーん。わー、ちゃんと配列されてるね。うん、絵も飾ってあるじゃん。そう、ここ。あ、で、電気？ライト？ライト、すごい。あ、しかもハーフブロック使って半分だけ出してるね、これは。そう、よく気づいたね。わかるぞ。パパにもわかるぞ。ハーフネザーブロックだ。違う、ネザー推奨ハーフブロック。ああ、そう、そう、そうとも言う。まあ、それでよくわかったでしょう。うん。ゆめちゃん、すごい。ちょっと外から見せて。待って、もう一個あるよ。どうした？コンビニの隣に駐車場。必要です。車止まってるね、もう。あ、そっか、もう車が止まっているのか。うん。何だと思ってた、これ。これはもう今流行りの SUV 系の形だね。これでひらめいたけど、うん、車屋さんも作ろう。いいですね。じゃあいろんなタイプの車を作ってよ。うん、大きいやつと小さいやつと、このぐらいの大きさ。うん。それでね、こっちはね、タバコ吸うところ。ああ、あるもんね、コンビニの前に。ここタバコ。ペッて捨てる。それでゴミ箱。ゴミ箱の方がちっちゃいんだね。これはタバコを吸いながらここで座る。ここは自動販売機。水しか出てこないけどね。1個ね、喉が渇いて緊急時の時に急いで買う人だね。そう、ここを使うのは1個50円だよ。お、お買い得。うん、ちゃんとさ、車の後ろにさ、車止めのブロックみたいのがあるやん。そう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 、すごい、あるじゃん。これないとね、ここでキュッ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 って言っちゃったら、ここのパパの車にぶつかるよ。パパなの？そう。なんでパパなの？これグランピングのね、うん、パパが車止めてるところ。あー、この島にもコンビニができて便利になりましたね。うん、みんな喜んでるね。じゃあコンビニを上から横からちょっと離れて全体に見せて。はーい。じゃあ一周ぐるっと。ほらほらほら、屋根もさ、今までと違うよ。コンビニっぽいじゃん。一周ぐるっとしてくれたよ。それで紹介を終わります。はい、はい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 。今日は姫ちゃんがマインクラフト PE のクリエイティブモードで作ったものをご紹介いたしました。はい、はい。それでは皆さん、ごきげんよう。グッドボタン押してね。この動画も見てね。見てね。チャンネル登録もよろしくね。